はい、皆さん、こんにちは。小池クラブです。今日自分のチャンネルで、これからでよろしくお願いします。今、日本で戻ってきました。お帰りです。お帰りただいま、ただいま。ただいま、お、ただいま、ただいま。クレベルさん、お帰りなさい。ただいま。はい、皆さん、今日が、どうしよう、今日がコメントで。はい、はい、今日は、ずっとクレベルさんに会いたい人が、会いたがってた人がいますので、お呼びします。いいですか？いいですよ。みんなみんな、ちょっと待って。急ぎのポケット。磯部師範さん、お入りください。金持ちさんじゃん。おいうわー、ちょっと財布を、おい、俺の財布、いやー、マジでいじんな、もうねえなにこれ、いいのスタート、今日何よっていうか、もうあんた戻ってきたの？ちょっと待ていや、もういい、これが子供じゃん、それほら、子供それ分かったから、おい、あなたバカ、大人じゃダメじゃん、めちゃ恥ずいだろ、これマジで、ツタヤね、レンタルとか絶対変態の買ってるよ。あるかもしれない、それ。お前がいて、おい、もう金をさ、おいカードもいい、美容院やばいな、死んじゃうよ、美容院全部病院じゃん、全部病院大丈夫ですか？おい、これ何、この YouTube、 俺の財布、これまだ美容院、おゴールドだ、おい、そうだよ、いや免許見ちゃダメだよ、あんた、おい、俺いろいろプライベートな情報バンドと住所ダメでもゴールドで、おめでとう、マジか、マジ言って、これ何の回だよ。あー、コストコもあるな、その前のやつ、もうぶっさいくらいするし、うるさい、もうそういうさ、プライベートなさ、データがあるやつやめろ、マジで、本当に。いや、もう小銭とかいいだろ、そこは小遣いちょうだい、あなたあるでしょ、いっぱい、外人ファイターだからさ、お金いっぱい、これはね、前のこれは何、それどこ、これ中国でしょ、中国、私一人の地獄を教えてる、大丈夫ですか？なんでお釣り、俺だって中国行ったから、みんなで。でもなんでお釣り中国、いや、お釣りっていうか、もうずっと取っといてあるのよ。覚えてないそれ、覚えてない、おお何よ、いやいや、普通に彼がマッサージしたら、これがお釣り、ヘッピーマッサージ、これ普通の私覚えてるから、ヘッピーマッサージ、これがいつもお金見るが、これがおバカか、覚えてるな、嬉しいぞな、今日これ何、この収録、今日は久しぶりに会ったでしょ、ずーっと帰ってくるの待ってたんですよね。いや、待ってないよ、待ってない、帰ってきちゃった、ついに、早いな、ごめんね、もっといるかと思ったよ、もうすぐ帰ってるよ、もう早かった、アメリカ戻ってるよ、あ、また行くの、ずっと日本でどうですか、いやいや、どうですかなじゃないよ、自分帰るかもしれない、なんでもう戻ってきて、久しぶりに戻ってきて、なんすかこれを合わせようっていうアメリカの練習の話を、はいね、ああ、そうね、聞こうと思って、はい、僕が聞くの、これ、はい、お願いします。もうさ、疲れて暑くてそれどころじゃないんだけど、どうでした、クレベル練習、楽しいですいやいや、もうみんな強いから、素晴らしいです、素晴らしい、何がいいですか、あ、みんなビューティフル、おい、スケベじゃん、これ違うでしょ、女見てた、ずっと違うでしょ、練習でしょ、真面目じゃん、奥さんいるよ、私それ見えない、いや、ずっとまっすぐだけ見える、いやー、斜め見えない、なんで真面目、気迫で、あなた、はい、中国だったらマッサージ別にマッサージ、どこのマッサージと思ってんだよ、なよしてるよ。これ流せないだろこれ。全然練習の話。ちなみにもうこれね、収録いつも短いけど、これ3倍ぐらいあるからね。ごめんなさい。カットして長いの。口ばかり。長いの本当に。早く。どうだったの練習？練習でまあ素晴らしいな。もう面白いレアチの練習すごい勉強したらね。アメリカで。すごい良かったです。特に何が良かったの？例えば練習の何相手、スパーリングの相手とか、はい、うん、何強い相手、変態全然忘れてない。これは今日もまた長いぞこれ本当に。どう、何がいいとかに日本と違うこと教えてよ。何違う？みんなあっちではアメリカ人、ここ日本人。そりゃそうだ。国が違う。そりゃそうだ。タイ人がいるしさ。国が、それがちょっと違う。そりゃそうだ。アメリカ人。日本人。分かってる。そんな話が聞きたいんじゃないよ、みんな。ねえ。これは今日も長えぞ、マジで。まだ全く進んでない。いや、ごめん。本当だよ。俺に謝って、俺に。本当に。なんだよ。ああ、とんでもねえ。ねえ、何。はい。あっちがまあどうですかな。まあ面白いの。面白い。すごい勉強した。それは？それだけです。終わり？あとで全部秘密。秘密？いやいやいや、なんか秘密練習だ。言うやん、ダメ。だけどちょっとなんかサービスないの？サービス？あ、それじゃない。それがサービス。求めてないだろこの YouTube 見てる人。間違えてる。ごめん。すみません、間違えてるよ。進まねえよこれ。何ですか？これがサービス。もうこのサービスのくだりだけ。サービスじゃないお金を払った。いいから。俺の財布で本当に。何ですか？どうですか？何が違うの？日本人、アメリカ人。いや、もういいからそこも。じゃあ、トイプレのところを押して。例えば多分一番みんなが気にしてることだと思うんですけど、堀口選手との練習どうでした？確かに全然大丈夫です。弱いな人。いや、やったの練習。いやいや、わあ、それダメだよそれね。堀口知らなかった。いや知ってたでしょ。でもまあ本当今これから一緒の練習、堀口やった。おお、あ、そう。やった。スパーリングも？違う。ボーリング。何の練習行ったんだよあんた。マジで。なんでアメリカまで行ってボーリングやってんの？ゴパラペスか？釣り。いやいや、アメリカまで行って何してんの？しかもそのトップの選手と。釣りの練習。いやいや、違うでしょ。スパーリング、ちょっと。これまた、ほんと、脱線しまくりだな、ほんとに。釣りが、堀口で強い。釣りの話聞いてない。興味ないから、それ。彼が。釣りじゃなくて。堀口で、前ね、私、日本でたまにが堀口の見えるで、ライズのイベントとかいろいろ、でも自分いつもたまにが挨拶だけ、あとで自分の堀口だったら、まあ日本で同じのスポンサーね、ハーレーで、だから自分はたまにがもう堀口見たら挨拶だけ、もう仲いいとか喋るがあんまり全然しないが、でもアメリカでも自分でずっとの堀口のリスペクト、私それがいつもみんなインタビューで、誰あなた一番日本人で、まあ今大ファンだったら、まあ堀口の、なんで堀口の私大ファンだったら、なんでストーリーで彼ね、まあ UFC がタトルマッチで、まあライズのチャンピオン、ベラトルのチャンピオンで、全部の MMA の世界だったら、大きなイベントだったら堀口全部出てるね。彼はすごい強いね。イベントいろいろ出てるね。あとで今日本だったら一番のまあ大体ね MMA の代表で今堀口だ。あ、そうだね。みんないつも全部でまあレスペクトだったら一本日本人がまあ。堀口かな。私それがいつも見てるとかすごいそれが大ファンで、あとでリスペクトかな。それは日本にいた時ね。そう。でもアメリカ行ってちょっと自分のそれがチャンスあるね。もうちょっと近くの堀口の一緒の練習、たまに食べ物が一緒とか。ああ、一緒にご飯行った。そう。でも彼がすごいいいの人。まあ私今。リスペクト彼がファイターだけじゃなくて人の人が、私すごいそれがリスペクト彼がなんで彼がすごい頭いいとかなんで頭いい全部 100% のファイターで例えば20時間で彼がファイターでもうずっと試合のこととかそうそういろいろ彼がすごいまあ例えば毎日で月曜日とか土曜日まで彼が毎日のジムをいるからあまりサボれないから彼が本当真面目だってまあ毎日来てるんだ練習あとで自分のアティティがまあ今ブラジル人多いでみんなすごいもうみんなめっちゃリスペクトだの堀口であとでみんな61キロとか66で同じ大体階級が堀口でみんないつも言うからまあ強いで堀口強いまあいつもルーシア人とかいろいろ外人入ってるジムでスパーリングだったらずっと堀口でまあスパーリングやるジムのメンバーでも堀口がやっぱ強いというわけですねでも私それがいいの人で彼ねめちゃいいの人たまにがちょうど一緒の練習いろいろ柔術とかグラップリングで大キックででも彼がすごい私助けたまあ練習を教えてるとかちょっとテクニックとかそれがいいの人が教えてもらった堀口選手から直々に教えてもらったねテクニックをでも私それが多分アメリカ一番いいと思うがそれがねなんでチャンスだったら自分の堀口の近くだったら練習一緒食べ物とかちょっと話それがすごいと思うあとはそう練習のスケジュールはどうなの朝何時からとか夜何時までとか朝で、月曜日6時半朝午前中6時半走る10キロそれはもうクレベルが1人で走るってことそうみんな全員一緒本当あとで10時がスパリングあとで10時ね12時がミートそうスパーリングしてミットはいハードだね火曜日で6時半で走る本当5キロあとでボクシング夜でもう一回ミットミットとレスリングの練習レスリングもやるんだそれは夜ねなんだよ何どんな感じだったの月曜日が11時ぐらいが11時半でレスリングの練習それが一番のやばいな月曜日なんで50人が50人オーバーだったらみんな一緒の練習で人の多いで月曜日一番やばい全員プロ選手でしょ全員プロ選手ででもヘビー級軽いみんな一緒だったらでも落ち込みだけが畳で別々ヘビー級が例えば右でライトウェイトが左でそれだけでももうレスリングの落ち込みであとでちょっとたまにがちょっとスパリングに行ってるからそれがレスリングであとで夜がいつも特別でクラスでやってるたまにがマーキーブラウとかキックボクシングとか柔術たまにが月曜日で夜だったらマーキーブラウのテクニックで火曜日で朝だったら11時がライトウェイトのスパリングで10時でヘビー級10時ヘビー級が11時がライトウェイトでライトウェイトだったら77で下77からで10時変えてあるんだそうそうヘビー級の人とはスパリングやらないでもあっち無理だってね大きいね本当に大きいってことね本当大きいあとでヒールでもう一回特別のクラスある落ち込みのテクニックでクラスあるねでもいろいろなスコーチでやつ覚えてない多分火曜日が柔術かもしれない5時であとで6時半でフィジカルトレーニングでフィジカルもあるのね水曜日の朝でキックボクシングのコンビネーションね12時が柔術のテクニックとあとでちょっとスパリンググラップリングあとで夜が水曜日で6時半でボクシングのクラス